今月末に皆さんと会える機会を模索しております。皆さん僕に会いに来てちょうだい。内容は概要欄に貼っておきます。チャンネルポチッ、チャンネルポチッとポチッとお願いします。下柳の柳に風。でも日ハムの時ってさ、はいはい、めちゃめちゃ走ったよな。走りましたね、キャンプの時はな、はい、こんなに必要あんのっていうぐらい走ったよな。先輩らがよく走ってたんで。ああ、でも勝崎さんになって、少なくなったぐらいですよ。マジで花松さんって覚えてないですか？覚えてるよ、はい、花松さんバカンとやらせる。あの人はもう地獄の練習でした。でもおかげで強くなったかなとは今思うし、はい、結構自分からやる練習よりもやらされる方が多かったですかね、90年代。全然多かったやろ、はいはい、で日ハム、名護、今みたいにさ施設も整ってなくてさ、お客さんなんか来んしさだって今でこそ室内とか立派にバーンってあるけど、はい、エアテントやったよな。あ、そうですね、エアテント1個ぐらいしかなかったですね。ほんでなんか、市民体育館みたいなのができて、あったあった、ファイターズが使えるようにって言って一応人工芝敷いてくれたんですよ。一番安い人工芝に砂巻いたんで、一回ボール打ったらもうちびれてる糸も。だってさ、昔さ、あそこの奥にバッティングセンターあったやんか。ありました、ライトの上に。だってあれ、小銭渡されてる選手おったやろ。あ、それで実は広瀬さんなんですよ広瀬さんが打ってこいって言われて、そうですそうです、近藤貞夫さんやったかな、お前は守備やっとけなんか言われて、うんうん、でもちょっと出してくださいよ、いいからいいからってなんかお金渡されてバッティングセンターで打ってたってそれ、噂やったんですけど、広瀬さんに聞いたらほんまでした。あんなところでプロが打つなんてありえないのな鈍い音ですよね、あのウレタンのボールですよね、パフンとか言ってでさ、あのキャンプの時に初日忘れもせん、なんかみんなジャージでこうって来るところをガンちゃんだけユニフォーム着て、さあどうとか言うとった。そうでしたっけ言っとった。どんなチームやこのチームと思うなんか一発出落ちしなきゃいけないキャラだったんですよ初日でいきなりユニフォーム着て、あの散歩の時間にうわー言うてるから、なんか思い出した。ガンちゃんってこんな性格なんやと思って、はい、ちょっと期待されてる感を感じまして、ね、はい。でもあの球場も今や立派にタピックスタジアムってなってるじゃないですか。あれ改修工事に分かったことですけど、あの名護市営球場、うん、軟式球場だったんです。ほんまに、あ、ほんまです。公式じゃなかったよ。あのよくボールがバックネットに挟まってたじゃないですか。でいろいろ調べると軟球用のネットやったらしく、あれでオープン戦ようやってましたよね。客入れとったんだよ。誰も気づかなかった危ないな。軟球用のバックネットやったんですよ。だから挟まるの、挟まってますね。一番それで衝撃的やったのがさ、キャンプ奥でおばちゃんたちが洗濯してるやんか。いろんな時期ありましたね。洗濯してこうっておばちゃんたちが畳んだのを選手が取りに行って、たまーにタオルとかなくなってたやろ。はい、なくなってましたあれ多分なんか乾燥機で焼けてもうたかなんかなんですよ ね。ほんで初めの方、下さん来られた時どうやったかな、乾燥機回すのと干すのとあったんですよね。で干すのがもう結構スライディングパンツとかメッシュのとこ破れてもみんな履いてたじゃないですか。で変な感じで、まあ言うたら味噌パンも存在するわけじゃないですか。それをおばちゃんたちが普通にお客さんが通る球場の軒下通路みたいなのにブワー並べて干してたんですよね。あれ選手会でさすがに干すのはやめてくれって言ってたんですよほんで乾燥機増やしたんですよ。だって日ハムの時は量も衝撃的やったしさ。あの合宿場見てます？見てるよ。室内すごかったですね。ちょっと狭いところにさ、ブルペン5個ぐらい投げるとこ、走るとこないから、トドロキサッカー場のスタジアムの、はい、雨といのところ走ってたスタンドの下ですね。雨が降り込まんようにって。でもそこしか走れないから、桑田さんの桑田ロードじゃないですけどファイターズロードできてましたね。なんかかっこよく、あんだけ施設がなかったのが急に鎌ヶ谷行ってな。はい、めちゃくちゃ僕合宿場はあそこで5年いましたんで、うん、夜間練習とかも雨天練習とかも使うじゃないですか。もういろんな事件あったんですけども、あそこ、はい、照明どんなんか覚えてます？照明、その室内練習場のあるブルペン5個分ぐらいでした、うん、はい、
一応水銀灯的なのもついてたし、あったで奥の屋根の低いブルペン2つあったあれ蛍光灯やったんですよね。マジで確かにそうやった。水銀灯プラス蛍光灯で、蛍光灯地味送るとチカチカするじゃないですか。バチャバチャキャッチャーが受けれるかい言うてボールがフラッシュでチカ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 ってやってくるから危ないやんか。突き指連発してたの。日ハムは本当にあの行った時は貧しかったよな、施設が。施設そうですね。でも僕89年のドラフトで90年のプレーするときに、89年のドラフトかかったときにもう日本一の室内練習場がって言われるんですよ、うわすごい一日中野球できるんやと思って、うん、大阪から東京上がりで、東京上がって住所見たら神奈川県かいと思いながらやればいいね、はい、川崎市かいと思いながら日本一の室内練習場は見たら、あれ1、2、3ブルペン3つもう1個2個5つ天井絶対これちゃうよな、何やろうなと思ったら、日本一早く合宿場隣接室内練習場を作ったっていうことやったみたいなんですよ無理やり作ってる室内やったからな、あれな。それからスカウトの人が一切近寄ってこなくなって合宿所着いた瞬間、はい、申し訳ないようなそんなこともありました、はい、だってプロ野球選手が自転車こいで多摩川のとこまで行って練習するんやもんな。あれでも今の時代やったら多分動画 TikTok とか Instagram めちゃめちゃコミカルに上がってるでしょ。いやもう余裕で数増えてる。だって電車通るんやもんな、練習してる。そうです、電車タイム、東横タイムありました ね、はい、まず自転車カゴにカバン乗せてボストンバッグですよね、ほんで、あガンちゃん乗せていってくれよ、あいいですよ、二欠ですもんねもう今やったらアウトじゃないですか、うん、まあ昔当たり前のように2人乗りしてましたけど、二欠で多摩川行って、で最後坂道だけ降りてくださいって言って登って、途中からまた乗って下っていくんですよね、はい、だって俺さ大英やったやんか、はい、でも大英が施設めちゃめちゃ金かけてる時やったからさ、はいはい、あそこの練習場からあの玉川の練習場を見た瞬間に気絶しそうになったもん、これ室内と思ってほんまに台風が来ると流される球場でしたよね。そうそうそう、だって台風が来たら、はい、あとはネットとか探しに行かないかんかった、ね、そうですね、はい、みんなで捜索願いでした。で、はい、あそこさ芝生のところに苔あの昆布みたいなの生えてさ、淡水わかめあれで俺こうふくらはぎ筋断裂したからズルって滑ってほんまにペキってあるし、雨上がりハーフライナーワンバンしたら加速してくるし危ない、はい、大変やったですよ。でもあそっか、シモさんそれ全部経験しましたよ、覚えてるわ。そうや、車でバーって入ってきてワンちゃんと、はい、そうですね、ワンちゃんも一緒に来られた時ありましたよね、あのみんな残って練習した時とか、実習練の時とか。あ、もうあれはプロの、だって隣の日生の、あ日本石油のグラウンドの方が綺麗やったもんね、はい、当時日本石油の野球部のグラウンドの方がいいからいい球場やなと思って玉川行ってたんですよね、チャリンコで。そうそうそうそれから立派な鎌ヶ谷ができて、はい、まあ、そこからもう本当力入れたよな。そうですね、あの施設できて1年目にファンも優勝したんですよ、うん、はあ、やっぱ施設環境が整うと選手もモチベーション上がって、やっぱりやる気にもなるやろな、はい、全然違うの。自らやる練習増えたと僕は思ってます、うん、見てて思いました。いや、あとは、はい、東京から北海道移転、はい、どんな感じやった？衝撃やったんですよね。僕選手会長やってたんですよ、うん、で北海道ありだよねっていう話は聞いてたんですけど、そんなの実現するかどうか分からないじゃないですか、うん、はい、である時に東京ドームバーって行ったら金子誠が、うん、ケツを書いて、ガンちゃん知ってたのかよ、お前登ってんのこれだよって新聞ドラマみたいに僕にバーンと立ってお前何やねんお前いきなり北海道行けって書いてて漏れたんや。あの新聞の発表の方が先行したんですよ、漏れたっていうか、その当時の球団社長も写真とコメント載ってたんで、僕全く知らなくて、はい、でそれなんで金子お前そんな怒ってんねんと、何があんねん、この間新宿にマンション買うたばっくりやしってなったと覚えてません、この事件先に言えよみたいな、買うたばっかりでローンも組んだのにとか言って嫁はんとお前出やれよってあったな、うん、で日ハムってさ東京ドーム使ってたけど
ロッカーがこう迷路みたいな行ったところの奥やったやんか。うなぎの寝床でしたよね。でこう野手、はい、ピッチャーみたいなちょっと分かれとったけど、はい、突き当たりに左端があんちゃんやったやんか。あ、そうです。で右端俺やったやんか、下さんでした。あと外国人と通訳しかおらんない。そうでしたよね。だから俺ら外国人扱いやってほんまや、あそこ外国人ゾーンみたいな、あの一番うなぎの寝床の一番奥ですよね。一番奥、下野さん、それ反対側の角で。そう、あ、荷物多かったし、下野さん汚かったしなで、こう みんな意外やろうけど、めちゃめちゃ几帳面なんや。いやいや、めちゃくちゃじゃないです、普通です。でも、アンダーシャツとかもう角もビシーって思って並んで、言い過ぎです並んでんで、普通に畳んで置いてるだけです、うん、で、俺らがガンちゃん先発やんか、投げてお酒捨てて次の日上がりやったりするやんか。こっち腹立つやんか、毎日ブルペンとかでその洗濯もぐちゃぐちゃにしたんでほんまに、あのチームロッカーだけどなんか空き巣に入られた気分に全部ぐちゃぐちゃぐちゃってそれまた畳み直して横パッて見たら下さんがヒヒヒヒヒヒヒって笑ってるだってさ、日ハムなんてさ、本当に 今じゃチームでバスタオルとか、あ、今そうですね、あるやんか。しかもスポンサー付きのものですよね。俺らの時自分で用意してたよ、自分のマイバスタオルですよ、はい、だってウィルソンなんてマイバスタオル、なんかちょっとなんかちっちゃい子が大人になるまで持ってるようなタオルあるじゃないですか。 あんなバスタオル使ってて、とうとう繊維がもう菌が抜けなくなって洗ってもう臭いになったんですよほんでいつも洗濯上がってきて、オーマイガーっていつも言ってるんですよもう帰ろうよって言ってるのに、これラッキータオル、ラッキータオル、その割にはオーマイガー臭いね、臭い、汗が染み込んで落ちなくなって煮沸せえ言うて、ほんまに日ハムは大変やったよな。でも今はこうやって笑い話ですけど、まあまあ深刻な問題でしたよね、うん、私たち普通の選手会的に不満言ったら普通やったら通るはずやけどね、はいはい、あの環境やったら、今ならね、なかなか。そうですね、資金なのか何なのか分かんないですけど、でまた下さんがそのこんな風にやってたよって例出してくれるから余計にやってほしくなったりとか、はい、面白かったもんな。でもな、ハムの時はいろんなことあったな、はい、まだ話はいっぱいありますが、はい、次回に取っておきましょうか。取っておきますか、はいはい、柳に風でした熱風やったじゃないですか。 See you!